すごいね。あー、月が出てきた。でもなんかいそうですね。つか綺麗ですね。めっちゃ綺麗ですね。いやもう最悪。
これ320ぐらいあるっけ、何もしたら5000ぐらい、5000ぐらい、うん、おお、まあするよね、多分。今ですか、今が青森、すごくないですか、すごっ、炭だ、やば、うわ、赤身なのにこのテカリ、柔らか、道の駅で買いましたわさびなめたけ、見たらお醤油も入ってるし、まあ、甘みも入ってるので合いそう。
いい匂い。うわ、すごいわさびの色。これ美味しい。わさび鍋だけすげえうまい。ご飯に合うと思います。できた。いやー、うまそう。無角和牛の、わさびなめたけソース、スティックブロッコリー付き。ああ食べたい、ああ食べたい。もう逆光で何にも見えない。うわーだー。初めて食べます。無角。わさびなめたけ合うと思うんだよな。俺和牛の赤身にわさびつけるの大好きだから。いただきます。まーい、まーい。もっとわさびなめたけがあってもいいぐらい。うん。牛肉にわさび合わせる場合は、お醤油と合わせたりとか、少しわさび以外の風味を足すんですけど、そこをこのなめたけの甘み、あとこの食感、ほのかなわさびの香り、抜群に合います。これうまい。この赤身すごくうまい。普通の和牛でもうまいと思うけど、これうまいな。角がない和牛、うまい。味濃いね。野菜もいつもはキャンプ場に行く前に高速降りてから道の駅をにちょっと寄り道して買い物してでキャンプ場向かったりとか、うん、することが多いんですけど、これ徒歩で行けますからね、道の駅。そしてお風呂もあるという、これはいいですわ。これ食べちゃうな。オープンしたてなんで、トイレも水場もめちゃくちゃ綺麗だし、これは妻を連れてこれるキャンプ場ですね。これ夕日綺麗なんだろうな。今日ちょっと雲があるんで、どれぐらい うまい。
すごい夕日だ。さあ、まもなくブルーモーメント出るかな、いい青が。まだ雲の奥が白いよね。待ちましょう。今すっげえ、今ブルーモーメントじゃないか、これめっちゃ綺麗な。もう、あブルーモーメント、多分あと数分で終わる。かっこいい。あ、月が出てきた。